はい、皆さんこんばんは。今回はオトモビ2ですね。スプリントレースをもうじゅんぐりじゅんぐりマルチでやっていくって感じです。ちょっと準備しますね。15分もいらないか。10分にしましょう。OK、まずはこのデイトナからスタートします。で、そこまで人入んないと思うんで、もうちょっとだけ AI 増やしましょうかね。AI のレベルは90なので、まあそんなに、レベルは高くないですね。マックス。これぐらいにしとくか。こんばんは。はい、食い倒れさん、こんばんは。OK、これでいきます。お、ちょっと待って、ちょっと待って、ちょっと待って。レースの長さがすげえぞ、これ。ちょっと待って、ちょっと待って。ローリング。こんばんは。はい、ガレージさん、こんばんは。ピットストップリフューエル、マンダトリーはなし。これもなし。こんばんは、ダイヤモンドライクカーボンマシンとダイヤモンドライクカーボンコースの10値掛けはさすがに人少ないかな。あー、こんばんは。ちょっと待って、これどうなんでしょう。ここは、ダイヤモンドライフカーボンか。はい、馬さん、こんばんは。みんな持ってない?このデイトナ。デイトナ持ってないか。ダイヤモンドライフカーボンは持ってないか。となると、あんまりイムサっていうのは気にせずやっていった方がいいか。星マークがダイヤモンドライフカーボンかと。そうですよね。ってことは、これもやばいか。これ変えれない。変えれない。変えれねえか。じゃあ、ちょっと待ってね。ちょっと待ってね。もう一回ちょっと作り直します。ジェン1にしよっか。ジェン1。これは大丈夫ですよね。酒飲んじゃいました。あ、全然構いません。大丈夫ですよ。全然 OK ですよ。もう飲酒運転 OKOK。これで OK かな?ね。フォーメーションラップはなし。
マンダトリーもなし。で、プラクティスもなしで、10分。OK。これでいきましょう。これでいきましょう。これでいきましょう。で、コース知らないところ多いので、めちゃ遅いと思いますがお邪魔します。できるだけ、ダイヤモンドライフカーボンじゃない、みんなが知ってそうなコースにちょっと変えます。ということにしておきましょうかね。これにしとこう。はい。まずはバサーストから。どうです?バサースト。さあ、誰か来たらとりあえず入りましょうかね。ちょっとイムサはちょっともう気にしないでください。イムサはもうちょっと気にしないでください。来週 GT7 アップで来るみたいですね。よし、やりましょう、やりましょう。 GT7 のアップデートは任せてくれ。全部網羅していくぜ。よし、じゃあ入りますね。もしマシンが違ってたら、もう一回選び直して入ってください。寿司モード実装。そう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 。どちらが早く握れるか、競争だ。寿司レースですね。どっちの寿司が本物か、見せてやるぜ。AI は10台ぐらいはいけるかな。シルエットクイズ見る限り、アウディ R8、ランボルギーニウルス、トヨタフトーンかなと。アウディ R8 以外わかんないんですけど。トヨタ GT1? ん ?GT1?TS020 のこと?あれ入ってなかったでしたっけ?ないんでしたっけ?よし。まあ行きましょうかね。おっと、えらいこっちゃ。えらいこっちゃ、どこ見てるの ?TS020 か。あ、それはちょっとやってみたいですね。すいません。21億キロ出るやつ。空飛ぶか壁当てるかのやつですかね。めっちゃ速度出るとかありましたね、バグ。よし、行きましょう。GT3 でバグマシンのやつです、W。ありましたよね。すいません、僕風邪ひいたかも。ちょっとね、喉が痛いのはずっと痛かったんですけど、ちょっと鼻が、やっぱ内装のモデリングもジェン2の方が質が高いですね。僕もそんな感じしますね。後ろ姿だけど多分 TS020 かな。ポルシェ963に見えないこともないけど。いや、ポルシェ963はないでしょう、さすがに。だってフェラーリ未だに458でしょ。逆に458を収録してあるレースゲームなかなかないですよ。
むしろ。いやー、久しぶりに走るとやっぱ怖いな、ここは。怖いぞ。どっちもダイヤモンドライフカーボンじゃないんで、なんとかなるんじゃないですかね。コースは分かってるけど、ブレーキングポイントが全然分からん。皆さん入れそうですか？J1 です。ここは3まででよかったっけ？落とすの。ダメだな、踏んでいけない。怖くて踏めない。さあ、CPU は遅いとは言いましたが、僕はそれよりもタイムが出ないような気がする。全然出ねえな。怖い。壁当てでもこれタイムは残んの？さあ、今回はあんまり時間取れないですよ。
ポリファイに時間が取れないですよ。こんばんは、お邪魔します。はい、ソンさん、こんばんは。今回はジェン1です。ジェン1、GT3 ですね、GT3。 これ以上クオリファイできないですね。馬瀬さんはポルシェですね。ガレージさんは僕と同じくマクラーレン。カズボさん、カズボさんですかね。あとドクター46 あ、ソンさんですね。この方もプレイヤーですね。こんばんは、イフ。はい、カズボさん、こんばんは。チレッとカズボさん入ってましたね。ルマンアルティメットより難しい。嘘。あ、ウマさんがタイム更新しましたね。さあ、有用時間はあと1分ぐらいですね。さあ、もう大体みんな道を塞がないのを目標に。あー大丈夫ですよ、こんだけタイム出てたら。カプコンでも PC 最適かダメでしたね。こんばんは。タクシーライフにアップできましたね。あ、
来たけどまだハンコンはまだとかじゃないんですか。ハンコンまだですよね。よし、皆さん OK ですかね。馬さんこれワングリッド降格って書いてあるけど、よし行きましょう。これ何歩だ、いけるか、ちょっと計算機出しとこう。20×60 は割ることのだいたい130。掘られるバグ治りました。10秒。それ掘られるバグとかじゃなくて、参考お願いします。参考を10周ぐらいですね。10周ぐらいかな。10周いけるかな。これ当てになんないんですよね。速度違反、速度違反、ピットレーン速度違反ですね。 OK、 行きましょう。みんな大丈夫？PC はハンコン使えるみたいですよ。いや、あのね、ファナテックはダメなんですよ。多分ね、ロジテックとスラマスだけじゃないですかね。使えないんです、使えない。っていうかね、ファナテックのステアリング挿してるとね、エラーで起動できないんですよ。そうだったんですか。そう、僕買ったんですけど、だからまだ一回も配信してないですよね。買ったんですよ、買いました。しかもなんかちょっといろいろパックのやつを買ったんですけど、あのできないんです。僕は左側ですね。まさあ、えら早いな。え、嘘、これも結構ミラーあさっての方向向いてんな。アルティメットのこと言えないな、これ。あさっての方向向いてるわ、ミラー。まあでもバックモニターあるからなんとかなるか。やばい、おっ、危ない。おっと、回った。うわー、ちょ、うわっ、くー、さあみんな抜いちゃダメだよ。曲がらん。あのね、はみ出しましたね。はみ出してしまって、セーフティーカー入るんじゃない。セーフティーカー出ます？
すいません、僕のコントロールミスでこんなことになっちゃって。ドントオーバーテイクって書いてますよ。確かにイエロー出てるんで。セーフティカーになりたい。セーフティカー、私はセーフティカーになりたい。そうそうそう、イエローの間はとりあえずオーバーテイクはダメですね。他の人のギャップ見てる感じ、セーフティーカー入ってそう。入ってる？あー確かに、みんな一定の速さで回ってる感じですかね。ちょっと待って、これめっちゃ時間かかるやつですね。もう全特快ですもんね、これ何秒とかじゃ済まないレベルですねこれ。全損バトン、全損バトンですね。そうそう、 F1 の予選見ました。なかなか良かったですよ。さあこれは時間かかっちゃいそうだな。さすが TSU ねえ、いわゆるトップトップのチームに紛れ込んでるというか、結構食ってましたよね。すごいよ、マシンがいいだけではダメですよねあれは。え、ちょっとどんだけかかんのこれ。あ、セーフティーカー入ってますねこれ。グリーンフラッグ出てる。メルセデスに挟まれてるから実質メルセデス。オセロ方式ですね。セーフティーカー帰ってきた。滑らしてんだけど。よし、ゴー。なんか帰ってくるのかわいいね。えちゃんと帰ってきますね。タイヤがいたぞ。リタイアしたタイヤが。リタイア。
おお、なんか落ちてる、なんかパーツが落ちてる、危ない。このコースは危ない。ここって壁ってなんか広告スポンサー入ってなかったんでしたっけ。なんか広告あったような感じがしたんですけど、壁真っ白ですね。あれ、孫さんどうした。すみません、突き焦って誰か巻き込みました。あら、マジですか。お、ということは追いつくチャンスがあるってことか、僕にも。ここ怖いんですよね、このコーナー。お、なんか今一瞬 FFB が切れた。うわー、タイヤが。やばい。
さ、12秒前に AI はいますけどね。ちょっとずつタイヤがね、横に追いやられていきますね。前は AI ですね。まあ追いついたといえどもね、前の車は一周速い車なんでね、抜いた途端にブルーフラッグですよね。さあ、トップは馬さんですね。なんか今ピットレーンに何台かいたんですけど、なんで？おっと、事故多発したい。貸してくれ。うわっ、マジかよ。 LINE は譲ってくれよ。 LINE は開けといて。
わあ、ブレーキ踏んでんな、怖いよ。実質ここしか抜くとこないですよね。さあ、この週でファイナルラップでしょうかね。勝弘千葉。いやー、散々でしたね。ウイング削ったら破滅しました厳しかったですか、ウイング。さあ、気を取り直して次のコースに行きますか。とりあえずはDLC じゃないところを選択するようにはしますね。で、できるだけみんなが知ってる有名どころね。ということで、ブランズハッチ行きましょう。AI に幅寄せされて苦情になりました。みんなそんな感じ？
ソリーイエローカーって書いてあるんだ。 OK、 行きますよ。 AI のプレッシャーに負けました。プレッシャーは物理的なプレッシャーですかね。さあ、コースは知ってるけど、僕もね、ここを走ったことはほとんどないんで、メンタル？できるだけミスしないようにいきましょう。やばい、のだあみがもうなくなってきた。壁と AI にプレスされました。壁と AI のサンドイッチ。景色だ。ブランズハッチ冬景色。冬景色ですね。演歌に出てきそうですよ。ちょっとわからんぞこれ、コースが。なんか木がないだけでコースがちょっとわからん。はい、スタウロさん、こんばんは。ドーバー海峡冬景色。やばいですねこれ。ちょっと前の GTR が道を阻むぜ。前の GTR さっきも邪魔してたような。一緒ですよねこれ。GT3 で発車したことがない。
抜けた。おっと、やばい。思ったよりもアンダー出ますね、なんか。さああと2回チャンスある。26秒。オトモビッセパッシングの設定どこにありますか？パッシングはないです。ないので自分でヘッドライトをつけたり消したりして合図するしかないですね、今のところ。ハイビームとロービームの切り替えボタンはできたんですけど、それだとね、多分パッシング効果は得られないですね。なのでもう自分でヘッドライトをオンオフするしかないです。トラックサイドで眺めてるのが楽しいです。いいですよね、これ。このリアルタイムのトラックサイドも悪くないですよね。
馬さんは26秒ですね。コズミさんも26秒台ですね。正直全然ほとんどここは走ったことがないんで、タイムはちょっと望めないけど、走りながら覚えていきましょう。さあ26秒だから87秒ぐらいか、大体。14周ですね。最大でも14周ぐらいかな。お邪魔してます。はい、ニコさん、こんばんは。14周ですね。だいたい32リットル、34リットルぐらいあればどのコースもだいたい足りる感じかな。はい、ニコルさんも入ってますね。この辺の海外兄貴も多分プレイヤーですね。コズミさんはこれどこの国ですかね、これ。まあいっか、来ますね。ハンガリーかな。ハンガのはダメかと思った。なんとか耐えた。ここはね、アンダーなって外に飛び出すのが怖いですね。さあ、孫さんももうそこまで来てる。ダメだな。ブラウンズハッチ、わからん。
太陽の感じがリアル。いいですよね。さあ孫さん、どんどん好きついてくれたら僕はあの LINE は開けときますんで、頭入れちゃってください。正直僕ここ走り方は分かんないですCPU ですよね、後ろの。めっちゃ速いんだけど、レベル90の割には。差が開いちゃったな。
今のはダメだと思った。危ない。太陽が ここがしっくりこない。ここトップの人いなくなってんな、これ。
おーっとはみ出した。いやーもう早いな。長く感じる。あと2周ぐらい。これ季節って勝手に選ばれるのかな。あと2週か。3周もあるか。
でもやっぱ綺麗ですね、描写は。描写も描画もいい感じだ。カズフォーさんはこの CPU とやり合ってんすかね。わあ見えん。燃料入れてたら足りない人出てくるんじゃないかな。僕ちょっとだけ増やしましたからね。それはひどい。ここが難しいところです、オトモビの。オッケー、なんとか3番手フィニッシュですね。どこで間違えたのか、燃料が全然足りなかった。あれちょっとね、多めに積んどいた方がいいです。 W 抜けなかった。オトモビの計算はバトルありがとうございました。すごく楽しかったです。いやでも全然ダメでしたね。抜かれてからも全然もうなんかついていけなかったです。オレンジさん、ファーストラップ邪魔しちゃってたらごめんなさい。ちょっとだけ当たっちゃいましたけど、まあでも僕はあのなんか大事故にはならなかったんで大丈夫ですよ。よし次行きましょうか。始まってからずっとバトルしてました。そうですよね。そう僕のすぐ後ろに2人とも行ってたような気がしてたんで。おっと、知ってるポーズが出てこない。ケンハイム分かります？あ、これダメだ。あれか、配信の声を聞いて燃料入れてます W。 ちょっとね、その予定ブランドハッチ追い抜くのめっちゃ難しいですね。難しいですよね、確かに。インテルラゴスはいけるよね、これ。GP コースだったらいけますよ。よし、ここでいきましょう。ダイヤモンドライクカーボンコース持ってない人もマルチなら走れます。これそれってね、今でもまだ息なんでしたっけ。なんか
例えばワトキンスとかはなんか持ってなくても走れるみたいな感じでしたけど、今でもそうなんでしょうかね。ブランズハッチはパッドだと手を休めるとこなくて釣りそうでした手が動かないので感染します。あ、はい、すみません。さあ、結構ここはあれですよね、高速コーナーがあるところで、まあまあバトルはできるところですよね。いけると思います。あ、いけますかね。じゃああんまり気にせず、コースの方は気にせず行きましょうか。車はダメなんですよね。車は持ってないとダメ。よし、やってみましょう。車は持ってないとダメですね。車は持ってないとダメね。コン走りはできないんですか？コン走できますよ。コン走できますよ、これ。なんか混走できそうなぐらい人増えてきた。DET って何ですかあれ。F1 の感染者モードみたいにはできないですかね。何それ。F1 の感染者モード。さあ、馬さん捕まってんな、見事に。フェリッペ・フラガ。
滑っちゃった。抜きたいな。おっとごめん、フラがごめん。イン入った時にどんだけライン分けてくれるかですよね。ここは入り込めるんですけどね。こんばんは皆さん。はい、じつさん、こんばんは。こんばんは。目が覚めたらやってましたね。頑張ってください。拝見させていただきます。うんたさん、こんばんは。さあ、みんな早すぎるよ。おー、回った。ブランズハッチでいい感じに疲れたので今日はぐっすり眠れそうです。パッとでもやっぱ疲れますよね。ダメか。
OK。 よし、音がめなし。あ、そうだ、ちょっとよそ見しちゃった。ああ、ダメでした。さあ1分30まあ3秒ぐらいとして、1分33 93。すみません、目の前で回ってしまいました。あ、いえ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 、大丈夫です。その後ちょっとよそ見しちゃった。13周かな。OK。 だいたい13、14週あたりですね。ちょっと不安だな。不安ですね。さあ僕は7番手ですね。僕の前はニコルさんですね。私も参加したかったな、わら。まだ全然 OK ですよ。大丈夫ですよ。フェリッペ・フラガは日本なのこれ。気が日本になってんだけど、フラガちゃんをモデルにしてんのかな。よし、行きましょう。あとはこのマヌットン、マヌットン、このスペインのマヌットンさんが OK を出してくれたら。さあ、1コーナー割れるぞ、これ割れるぞ。
意外と荒れなかった。今日体調良くないのと仕事なので迷うけど今日は寝落ちします。あ、わかりました。またやりましょう。大丈夫ですよ、またやりますんで。僕もちょっと正直あんまり調子は良くないんですよ。おー、危ない。この前の人はコンピューターですよね、これ。リチャード、リカルド。どっちでもいいか。さあ、ここの集団のトップはニコルさんですね。みんな体調不良 W。 あぶねいい回避でした。危なかった。ちょっとオーバーランでした。今のニコルさんのやつ、あれなんか言われてんじゃないかな。ここもなんかアウト側飛び出すと結構うるさいんじゃなかったかな。ここフリオもなんかいい感じですね。フリオですね。この時期は風邪なのか花粉症なのか分かりにくくて大変。そうですよね、僕花粉症ではないんで、僕は風邪かな。それとも花粉症になったかな。さあ、ニコルさんにちょっと追いつけなくなってきた。
入ったろ、これちょっと飛び出すのが早いか。さあ、ここの飛び込みが怖いですね。ぶつけられた、ぶつけられた。あそこやっぱちょっと軸はずらしてもらわないとね、いくらなんでも。ドライバーの名前の下に時々出る黄色い表記はペナルティー、それともギャップ？あれはね、あれです、ピンチですね。どんだけ遅延があるかみたいな。走ってて思ったんですが、このゲームタ車接近表示見やすくていいですね。いいですよね。これはね、でもおともびじゃないわ、アセコンペの真似ですね。いやー、もう追いつけ。了解です。スタリングしてたかと思ったらスピンしてたんだって感じですね。危うく終焉するところだった。むしろドリフト成功したから終わったかも。そうスピンを回避したがために終焉の可能性がある。さあ、鬼プッシュしていこう。
どう頑張ってもニコルさんには追いつかん。さあ、まだまだあるぜ。よそ見して配信に名前載ってるか確認したら DRS の看板にクラッシュしました。 W あるある。距離感はほとんど変わってないな。ないな。ここでね、このエスドセナでしたっけ、ここで
ニコルさんが見えるかどうかで判断するんですけど、あんま変わんないですね。しまった、しまった。何が起きた。あんまり変わらず走るだけですよねこれ。 FCY のママゴール。そうなりそうですね。特に FCY だからといって速度制限を設けてるわけじゃないんで、車がバサーストの時初めて箱車レースの SC 経験したので楽しかったです。 W さっきの時、さっきこれもこのまま終わりですね。これであればね、こういうバーチャルレースこそイエローとかね、レッドとかありえないんですけどね。そういう危険性が伴わないのがバーチャルレースなんですけど、まあここは雰囲気作りですよね。言うてもまだ6周も燃料余ってんだ。
これ多分終わりですよね。マヌットン、マヌットン、これ災難ですね。ここで詰められて終わっちゃってるわけですね、これねえ。もったいない。 F1 のゲームでもセーフティーカーフィニッシュ実装してほしい。マヌットンが落ちちゃった。これどうなってんでしょうね。ここで抜いてもやっぱり取られちゃう、ペナルティ。1コナーのブレーキング前にフリーズしてスピンしてしまいました。あ、ん、孫さんでもゴールになってる。どんどん順位下がっていく。マヌットン、マヌットン、マヌットン、これなんですか、あの GR マヌって。プチフリみたいな感じです。あー、プチフリみたいな感じ。いやー、みんな早すぎよ。みんな早すぎよ。よし、次で最後にしますね。次で最後にします。オトモビにたまにプチ振りしますね、オフでやってても。そうそうそう、多分ね、マヌットン氏すごく早かったですね。ねえ、めっちゃ早かったですよね。 SC 楽しい。 SC 楽しい。新しいですね。さあ、関西行きますか。関西、マヌットンやってくれるかな。マニューと超争ってました。ねえ、そうですよね。マヌットなんであれ30秒ペナ入ったんですかね。いいね、マヌット。こうやって付き合ってくれる海外兄貴は嬉しいですね。まあでもなんか誰一人として荒い人はいないですね。いや、このゲームは絶対来ますよ。マイクルが抜いた。あー、イエローで抜いたんですかね。確かにみんなクリーンですね。クリーンですよね。なんかあれ、なんかおかしいぞ。落ちた。あ、入った。実は外国人にきっとめっちゃぶつけ合って真下気をつけます。めっちゃぶつけてた。
寄せてくんね。いやー、これがリアルじゃなかったとしてもこのコースはよくできてますよね。リアルでなかったとしてもね、この起伏感はね嫌いじゃないんですよね。めちゃくちゃいいと思う、これリアルじゃなかったとしてもね。測量技術の賜物ですよ。映像だけでそれらが認識できちゃう目を持っているものがレーザーにはいる。これ CPU はねこのヘアピンに弱いですね。ヘアピンインカー突っ込んだら大抵活かしてくれる感じですね。CPU はヘアピンに弱い。映像を見なくても他のゲームのデータを抜いて測量すれば問題ないです。ちょっと待って、どう何新しい方式ですね。めっちゃ早いな。奥なんですよね、これゴールが。ちょっと分かりづらいですね。孫さんも早いな。
お、なんか散らばってる。この週はちょっとダメですね。過ぎた。ここがダメですよ。ここがアンダーなる。やっちまったやっちまった。トラフィックパラダイス、トラフィックパラダイスなってる。あ、終わりか。あー、マジか。いやー、もうちょっと上げたかったな。またなんかすごい速い人来たな。ジオスミンって方、速い。あと1秒は縮めたかった。せめて。AI 道開けてくれ。なんかインを刺すとここは結構なんか譲ってくれる感じはしますね。ここに関しては。僕は5番手ですね。OK、本日最後のレースになります。
1分2分2分2分1秒として121ですね。 90×20 はあることの121、はい、10周11周ぐらい入れといた方がいいかな。だいたいでもこれぐらいか。11周いけた場合ですね、12周目に入ってしまったら怖いですね。これでいくか。頼むよ。よし、いけ。抜いたな、誰か知らないけど、誰か抜いちゃったぞ。ジャスティン痛て。あー巻き込まれたな。あーどんそう後ろ来た。軽く構えてたらこっちに来た。うわー一気にこの怖いところ、この怖い AI 大国に来ちゃった。譲ってくれない AI ちゃん。さあ僕は馬さんに道を開けていってもらおう。うわまた来た。また来た。マジか。こんなんばっかや今日。さあピットに戻りましょう。
まあさ、その時ほどひどくはない。ボディダメージはほとんど受けてないんですよね。ちょっとサスペンションがちょっとおかしくなっちゃってくる。スローカー。いや、もう行こう。もう行っちゃおう。これでもダメか。行かないと、直さないと、なんか言われる？それを試してみようか。正直ね、歪んでるだけでなんとかなる。ただオレンジボールは出てる。オレンジボールという名のアップデートの可能性もあるからね。眩しい。リアが流れてる時にちょっとね、あのステアリングがやっぱね、ちょっと言うこと聞かないっていうか、なんか遊びが生まれてるような感じがするんですよね。ごめんごめんごめん。
さあどの段階でペナルティが出るか。これ3周目ですね。出されてから3周目。大体のやつのルールだったら3周以内に入るとかそんなんでしたよね。だけど抜けるんだぜ。でもベストラップにはちょっと程遠いですね。さあどんな最低が下さるか。何も言われんな。何も言われん。さあニコルさんが見えてきたぞ。気がつくとニコルさん。あっと当たっちゃった。ニコルさんもなんかダメージ負ってんじゃないか。
遅いな。必死必死。さあ次がラスト一周。
ちょっと無理やりですね。いやお疲れ様です。よし、ということでちょっとリプレイ見て終わりにいたしましょうかね。CPU がライン絶対外さないマンで苦戦しました。オツです。ありがとうございます。馬さんも孫さんもめちゃくちゃ早いですね。よし、では一旦部屋の方は閉じますね。お疲れ様です。 ありがとうございます。皆さん早い。みんな早いですね。ありがとうございました。すっかり酔いが覚めました。お疲れ様でした。練習しておきます。ちょっと一体何が起きたのかを見ておこう。ここで戻ってきたんですよね。ちょっと今日危なかしい動きをしすぎたので反省。これどれだろう。このポルシェだと思うんですけどね。馬さんか。これ押されたんですかね。完璧ですよ。もう垂直に来てますねこれ。これ僕です。
なるほど、だから馬さんも遅れてこの後出てきたんですね。そうです。なるほど、理解した。フェースフワシュシャタングアウト。これで、ウマさんが言ってたから、ウマさん抜いたその先を行くようにして、僕もうこれで多分かなり下まで落ちちゃったんですよ。これこの後もう一回なんかあったんですか。あ、ウマさんもこれだいぶ落ちてる。 UMA さん、ここから2位まで上がるんですよね。すごい。そう、そういうことですよね。そういうことですよね。これ馬さんですよね。僕と同位置までいてたのに馬さん2位まで上がったってこと。違う。僕もう一回当たりますからね。僕もう一回すごいのもらっちゃうんで。他には試験員で事件を見かけました。このコースの AI は速くないですね。これ、そうそうそう、このコースの AI は速くないですね。ただ、抜けるポイントがあるんで、そこのインさえつけばね、必ず抜けるんですよ。うわっ、これだ、これだ、これはなんだ、これはなんだ、誰だ、これ。これですね。トーマモータースポート。ちょうど僕の位置。まさかこっち来るとは思わなかったよ。あ、これやめたんですね、これで。馬さん9番。か、怒涛の追い上げですね。おお、アップない。
この辺の方々はどうなったんですか、俺。ジオスミンとか、アヌットンとか、ジャスティン。ジオスミンは、これ、孫さんとずっと争ってたんですか？確かここで自分が回りました。あ、回ったの？それで前に行かれた感じですか？ジオスミン。はい。これなんでジオスミンはいなくなってたんですかね、最後。途中抜けたんですかね。ジオスミンでここジャスティンもいなくなったし、ただジオさんも回ってました。あ、回ってた。こんばんは。はい、重田さん、こんばんは。ギツい色だな、これ。これでも本当になるのかな。ヨタって書いてあるもんね。あー、本当だ、また。あ、これか。珍しいですね、これ。なんか、あ、なんか操作やおかしいな、これ。あ、これなんかおかしいな。おかしいのか。激熱バトルだったんじゃないですかね。白煙が何回か見えました。なんかすんげえ不安定ですね。あ、これピット入ったんだ。これさ、オレンジボール出ても何もペナルティーないんですね、これ。結局僕ちょっと試しにオレンジボールのまま走り切ったんですけど、何も言われなかったよ。オレンジボールでもタイム変わんなかったですからね、そもそも。この時点で僕どこにいれんの、これ。僕ここまで後退してるんですね。無理くりオーバーテイクショーが始まります。全部 AI ですね。ですね、ここはチームオーダーが発動しました。このさ、こうカメラがパンして、こうマシンがね、駆け抜けるときにボーって風切るような音するじゃないですか。これめっちゃかっこいいですよね。これ時間帯によってね、なんかマシンだけコントラスト比がね、落ちる。これ今もちょっとそうなんですけど、ちょっと若干白っぽくなっちゃってるじゃないですか、マシンが。
マシン全体がね。で、なんかこの、要はホイールの部分、穴が開いてる部分がね、なんか穴に見えなくなっちゃう。これがね、多分、このマトネスエンジンの弱いとこじゃないかなと思うんですよね。カーズでもね、こんな感じなんですよ。描き出し方が。この辺のね、ディティール細かく作ってるんですけど、なんか白くね、フィルターがかかって、デコボコがね、見えないんですよ。この辺、この辺。これがね、ちょっとマドネス弱いとこかなと。黒レベルがね、なんか単純に落ちてるだけみたいな。コントラストがなくなってる。近づくとね、それなくなるんですけど、見た目の時に白みがかりますね。そう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 。これがね、ちょっと若干嘘っぽく見えちゃうんで、若干っていうか嘘っぽく見えちゃうんだよね。この辺改良加えてもらえたら嬉しいですね。まあ、マドネスエンジンはもうこれ変えれないと思うんで、あっちのGTR リバイバルの方では、リバイバルの方ではね、しっかりとコントラスト比を維持しててもらいたいですね。これで11番手まで上がったのか。もう馬さんこの時点で2番手まで来てる。はこのチェイスカメラがめちゃくちゃ音がかっこいいんですよね。これがリアルかどうかは知らないですけど、音はめちゃくちゃかっこいいですよね。単純にさんの追い上げすげえですね。おお。いやー、かっこいいな。音がかっこいい。青恥ずかしい W。 マクラーレンはこんな音なんですね。いやめっちゃ綺麗ですねボディ。これでもジェン1ですよね。これは結構綺麗に見えますね。サンサンには離されてました。タルトも早すぎです。ポルさんもポルシェですね。
シェのチェイスカメラ見てしまうとポルシェで練習したくなります。わかりますよ、これね、めっちゃ音いいですよね。やっぱ違うじゃないですか、これあれ、これ何チェイスになってるのに。マクラーレンはもう言うてます。もうって、あら旅立ってるぞどういう状態これ、旅立ってます。逆になんか新鮮なんですけど、すごくなんかカメラのこれちょっとした水滴みたいな、ホコリみたいな水滴みたいなのがちょっと映ってて、これ幻想的、幻想的綺麗なんてことだ。あらどこか旅立ったぞ。空もチェイスで見れますよ W。 空もチェイスで見れる。あまさかのアイドリング状態、浮いてますね。これもうあれですよね、辞めちゃった人たちってことですね。要はいい日旅立ち、旅立ってしまった、テイクオフ状態ですね。楽しみですよね、イムサパック出てくるの楽しみですね。いや僕はマジで楽しみにします。ある意味今一番レースゲーム関係で今一番楽しみなのがこのダウンロードコンテンツですね。これが今一番楽しみにしてます、正直言って。なんか一番ね、なんでしょう、僕を満足にさせてくれる要素を秘めてると思ってます。公式ライセンス取得は本当に驚きましたね。えめっちゃ驚きましたよね。でもなんか水面下で密かに進めてた感はありますよね。あの GTD っていう文字を打ち込んでたっていうのが、コンテンツ不足にならないのが強みですね。そうなんですよ。そこで揃えてく、本当に揃えてくれたらね、もう一気にもうそれはコンテンツ不足はなくなっちゃいますもんね。めちゃくちゃ嬉しい。オトモビームサとアセコンペのニュルキタが楽しみ。ねえ、アセコンペも4月1日ですね。エイプリルフールに、まさかのエイプリルフールネタではないことを祈っておりますよ。いやー
こいいな、この過ぎ去る時のシュワーっていう風を切るような音がかっこいい。よし、というわけで本日の配信はどこまで揃えてくるかですね、うん、ライセンス取ってればメーカーまで揃えられるんですかね。わかんない、わかんないんですよね。フェラーリとかですよね。フェラーリとかランボルギーニが果たして本当に入ってくるかどうか、レクサスが入ってくるかどうか、その辺ですよね。アキュラが入ってきてくれたらね、めっちゃ嬉しいんですけどね。アキュラのハイパーカーと、NSX ですよね。いやどうなんですかね。マシンは全く度外視だったら、ちょっと拍子抜けな感じはしますね。コースだけっていうんだったら、コースってあと4つ揃えたらもうコンプリートですもんね。イムサは。それでは、啓蒙を推しされてる MX5 増えないかなと密かに期待してます W。 あ、そんなんあるんですか。 MX5 とかなんかあるんですね。でも MX5 クルマもぜひ測量してほしいMX5 とあれあるじゃないですか、あれあれ、ジネッタ MX5 欲しい。ジネッタと MX5 がシャシーが一緒なんですよね。なんかシャシーベースがなんか一緒かなんかで、なんか兄弟車って言われてるんですよね、ジネッタの車と、うん、それだったらそれでなんか結構なんか面白いのができそうな感じがしますよね。みんな揃いましたね。これ僕この時にね、アップライトダウンライトしてるんですけど、変わんないところ見るとやっぱり三人称からでは確認できないですね。これ変わってないですもんね。これはい、それではどうもご視聴ありがとうございました。参加してくださった皆さんも本当にありがとうございます。またこれはやっていきましょう。僕はまあとりあえずはこういう感じで配信中にお疲れ様でした、ありがとうございました。スプリントレースをやっていくので、またぜひご一緒してください。はい、それではどうもご視聴ありがとうございました。また次の大人のお供日2でお会いしましょう。お疲れ様でした。楽しい時間をありがとうございましたこちらこそどうもありがとうございます。じゃあねー、皆様おやすみなさい。ありがとうございます。ありがとうございました。ありがとうございます。